皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。新サブの部屋のサクでございます。F1 ニュースの時間です。ということで、先ほど F1 イタリアグランプリの決勝のまとめ動画を公開させていただいたんですけども、その動画の最後に、とんでもないニュースが入ってきましたので、後ほど動画を公開しますというお話をさせていただきました。いや、本当にすごいですよ、これ。規定導入後、初の事象がね、えー、次戦。 誕生するということで、まあ、誕生するという言い方失礼かもしれませんけども、こちらをご覧ください。マグヌス戦が次戦出場停止、規定導入後初、待、ま、った。 全く意味不明。モンツァ処分をめぐってスチュワードに反発ということで、マグヌッセン、今スチュワードにあまり反発したらペナルティ食らうぞ。大丈夫かはい。ということで、マグヌッセン、ついについに出場停止処分になってしまいました。えー、これはですね、まあ、数千前にマグヌッセン、ちょっとね、いろんな暴走をしてしまってですね、次やったらお前、もう出場停止やぞと FIA に警告を受けていたんですね。 何事もなく結局1年終わるんやろうなと思っていたんですけども、まさか9点直下、次戦アゼルバイジャングランプリ出場停止処分ということになりましたえ。こちらのニュース詳しく見ていきたいと思います。イタリアグランプリで課されたペナルティポイントにより、ケビン・マグヌッセンが次戦アゼルバイジャングランプリで出場停止処分を受けることになりました。決勝レースでマグヌッセンは2つ目の試験でピエール・ガッスリーと接触し、その責任を負われて10秒ペナルティと2点のペナルティポイントを受けました。 これによって過去12ヶ月間の累積点が12点に達したことからジョニー・ハバートを含む4名の競技審判団は F1 競技規則第4条2項の定めに従いマグヌスセのスーパーライセンスを次戦停止とする決定を下しました12点のうちの9点は他のドライバーとの接触によるものだったとこの規定が導入されて以降12点に達して出場停止を受けた F1 ドライバーは実はこれまでにいなかったんですね 一方で F2 選手権では4名が同様の規定でこれまでに出場停止処分を受けています今回タイムペナルティを課されたことでポジションを1つ失いはしたもののアルボンに次ぐ10位入賞を果たしたモンツァでのレースを経てマグヌス戦はガスリーとのインシデントに関するスチュワードの決定に不満を表明しました自分たちのレースには本当に満足しているけどペナルティに関してはどうなっているのかわからない と、マグヌスセンは語ったそうです。確かにターン4で軽く接触したけど、どちらの車にもダメージはなかった。何の影響もなかった。誰も何も失っていない。お互いにコーナーをミスしただけだ。レースをしているだけだ。正直意味がわからない。 同じくレースの1周目にはマグヌッセンの牢友ニコ・ヒルケンベルグとダニエル・リカルドが絡むインシデントが発生しコース外に追いやったとしてリカルドに5秒と1点のペナルティポイントが課されていますこの決定に触れてマグヌッセンはリカルドとの接触でニコはほとんど時速300キロの速度でバリアにぶつかりそうになったけど彼に課されたのは5秒だった一方で僕は10秒だどうなっているのかわからないと付け加えたそうです フェラーリ次第だろうが、アゼルバイジャンでマグヌッセの代役を務めるのは、2025年にハースからの F1 デビューが決定している、ハネウマとハースの現リザーブドライバー、同じ週末に F2 選手権への参加が予定されている、ベアマンになるものと見られています。 ベアマンね、まあこれ決してヒルケンベルグしか走っちゃダメよという意味の出場停止ではないんですね。あくまでもドライバーベースの出場停止ということなので、ベアマンが走ってハースはいつも通り2台体制ということになります。でも今回ね、ヒルケンベルグがミサイルになってるんで、ベアマンはおそらく大丈夫だと思います。ベアマンは多分大丈夫でしょう。来年、オコンにミサイルの仕方を教わらない限りは、教わるまでは多分大丈夫だと思うんですよ。 しかし、ヒュルケンベルグが同じようなことするとな、しかもアゼルバイジャンもね、超高速サーキットの一部なので、まあ、あのストレートでハース早いと思うんですよ。 ただどこかでね、もしかするとコーナーでまたミサイルなんてことがあるかもしれませんし、まあ、ベアマンはね、ぜひ頑張っていただきたいんですけども、いや、もう、ベアマンといえば、もう、あの、サインツね、盲腸になったサインツの代役として、まあ、今年のサウジアラビアグランプリでフェラーリから F1 デビューを果たし、7位フィニッシュで初戦入賞を飾っています。さあ、そのポイントランキングにも、ベアマンは、まあ、ランキングに出ているということなんですけども、果たして、次戦の出場停止処分のマグヌスセンの代わりに走って、さらに、 ハースでポイントを獲得することができるのかというところになってきますよね。うん、まあ、フェラーリのマシンとハースのマシンは全然違うので、そのあたりはね、どうなってくるのかわかりませんけども、いや、もう、マグヌス戦、ついにか、規定導入後初夜で、本当に出場停止処分になるとは思わなかったですね。これ、かなり驚いたニュースですよ。もう、正直言うと。深夜に入ってきたニュースなんですけども、考えられんわ。<laughs> もう、 大丈夫かもう。これででももうほぼ確定的になったのは、もともと来年のシートはなかったんですね、マグヌッセンは。もう今年で F1 ドライバーとしてはもう最後だね。しかし、マグヌッセン自身は諦めてなかったんですよ。いや、まだ俺はいける。まだまだアピールする必要があるということで。まあおそらくは、 ヒュルケンベルグの相棒になりたかったのかな、うんまあ、リザーブドライバーは考えられないからということで、まあ、昔から、ね、言ってたんですよ。なので、もしかすると、アウディ F1 ね、ザウバー、来年それを狙っていたのではと思うんですけども、まさかの出場停止ということで、もうこれは多分ね、印象が悪すぎる。チームとしては絶対に採用したくないでしょう。ねえ、普通に考えてそうなりますよね。こういうドライバー採用する気にはならないですよ。マグヌッセもね、もちろんクリーンなところはあります。 ね、こういうペナルティポイントが次出るよ、次出場停止やでって言われたあの日、過去の戦いの後、めっちゃクリーンにオーバーテイクしてましたよね。その後、いやいや、早いやん。普通に走ったらめっちゃ早いやん。あなためちゃくちゃ早いですやん。しかもクリーンにオーバーテイクできるやん。なんでそれ最初からせんのみたいな。まあそういった形でね、思っていたんですよ。 うんしかし、やっぱり今回やってしまったということで、まあ正直言うと、ペナルティポイント入るとは私も思っていなかったんですよ。しかしながらスチュワードは、いや、これはもう2点だということでね。今回、ハース大暴れでしたね。マグヌスセンはこういった形でペナルティポイントもらって、ヒュルケンベルグはミサイルで角田裕希選手を潰してしまい、撃墜してしまいですよね。本当に、いや、もうハースさあ、もう本当、ハースさ、何やってんっていうのが、僕の、まあ、 ちょっとため息というか、正直言うと、完成しながらも最初はね、もうそんな感じでした。でもやはりこういったね、やはり動画を作ってる身としては、何が起きても最後まで絶対見ないといけないんですよ。もう本当に、例えば翌日、朝早い仕事とか、朝早い学校とかあれば、もう寝ますよね、角田裕希選手。あもう、もうリタイアかああ、じゃあ寝ようみたいな感じになるけど、 まあやっぱり最後までちゃんと見ておきたいというのがね、あるんで、見ていたら、まあ最後ルークレールが大逆転優勝ということでね、本当にそれはそれですっごい良かったんだけど、フェルスタッペン残念だったですね。そしてマクラレも1-2ではなく2-3ということで。いや本当残念ですよね。しかしルークレールおめでとうです。いやでもこのマグヌッセンの出場停止のこのニュースは本当に FIA にとっては結構大きいですよね。フォーミュラー1で出場停止処分ですよ、マグヌッセン。もうこれでもう来年はもうほぼ、ほぼほぼ、 確定ですよね F1 からは去っていくとといいうことでいやもう本当にねこんなニュースが入ってくるとは思わなかったんですけども、まあ、これに関しても皆さんいろんなご意見あると思うんでぜひね教えてくださいねどんな些細なことでも結構ですのでぜひコメント欄でいろんなご意見あると思うんで、まあ、私もねその FIA のスチュワードではないんで、まあ、なぜこのような裁定に至ったのかっていうのは分からないんですけども、うんまあ、ちょっといろいろあったんでやっぱりマグヌステもねなのでまあそういった裁定になったのかなと。 まあ、心証悪いですよね。過去のこの9点ですよ。12点のうち9点が接触によるものですからね。うん。対人との接触によるものなので、まあ、やっぱり元々の心象が少し悪かったなっていうのもあるんですけども、まあ、今回、出場停止処分になってしまったということで、まあ、ご本人は全く意味がわからないとスチュワードを批判しているみたいなんですけども、あまり批判するとね、またそれに関しても色々言われるんで、はい。まあ、スチュワードの言うことは絶対ですからね、今ね。うん。まあ、あんまり抗議しない方がいいと思います。 はい、といととうことで、まあ、緊急速報ニュースをお伝えしました。まあ、これに関してまたえ追加情報があったりとか、角田有希選手に関する最新ニュースえそういった形でいろんなニュースが入ってくると思いますがその都度動画の方を公開させていただきたいと思います。ということで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。新のの部屋のでした。